と秘書の T さん、ティーノさんがあなたたちの仲間だから、私は拉致されてここに来た。拉致担当大臣だと思いますけどね。まあそういったことをおっしゃってるこの T さん、 T さんがなんとこの根岸秘書官のお母様と姉妹なんですよ。これどういうことなんですかね。マルチ商法全く関係ない、このナチュラリープラスという会社は何も知らなかったというふうにおっしゃっているあなたが、自分の秘書官のお母さんは実はこの NP 社のトップリーダーのお姉さんだった、しかもこの根岸秘書官のお母様もナチュラリープラスの会員ですよね。山岡大臣、このことをご存知でしたか。山岡国務大臣、随分いろいろなことをいっぺんにおっしゃっておられますけれども、前半戦の方で、前の方でですね、言われていたことは、私は事実ではないと申し上げたいと思います。そして、大臣規範にあるですね、この財産公開の趣旨というのは、その立場に立ってですね、財産を増やしたりしていないかということをきちっと国民の皆様にチェックしていただくためにしているものであってですね、私のこの、なんていうんですか、こういうものがどういうものですということをですね、表示をするものではないというルールでやっています。したがってですね、私はいずれにしてもそういうものに対してルールに反しているようなことは全くありません。それが一つでございます。この法令に従ってすべて適正に処理していてですね、委員は断定的にものを言われますが、そのことについては否定をいたします。またですね、その私の元秘書さんがですね、どういう仕事になっていたかということは、これは当初はですね、そういうことは聞きもしないし、また報告もなかったので、知りませんがですね、それはその後そういうことだということはですね、伺いました。森雅子さん、はい、委員長、はい、まあ私が言いたいのは、この根岸秘書官の お母さんも前のこの秘書もですね、もう全部マルチ企業の一定のですね、大臣が勧誘に行った会社と深い関係にある。そして消費者大臣ですよ、消費者大臣室に根岸秘書官いつもついてってるんじゃないですか。マルチを取り締まる立場の大臣の秘書官が、お母さんがマルチ会員、おばさんがマルチのトップリーダーです。とても消費者からしたら信頼できないんですよ。しかもですね、その会社は収支報告書の未記載はあるわ。そしてナチュラリープラスの被害件数は消費者庁で本当に多い被害件数が報告をされています。消費者庁、ナチュラリープラスの苦情件数を言ってください。消費者庁次長松田俊明参考人。お答え申し上げます。ナチュラリープラスにかかる苦情相談情報につきましては、私どもの全国の消費生活センターから集まったデータベースパイオネットでよりますと、平成21年度225件、平成22年度196件、23年度が9月の20日まで69件でございます。はい、森雅子さん。このマルチの DVD、総理は身体検査をしたとおっしゃいましたけれども、前回、今から事実調査をしますともおっしゃっています。まあ、事実調査してたのかしてないのかよくわかりませんが、最近も事実調査をした様子がないので、まあ、通告の時に総理にこれを渡して見てもらいます。総理、この DVD ご覧になりましたか。野田総理大臣、昨日なんか秘書官にお渡しをいただいたということでありますが、見ておりません。森雅子さん、衆議院の理事会でも見ている。
参議院の理事会でも見ている、自民党でもこの DVD を見る会というのをしました。しかもそれを起こしたものはもうすでにずっと前に文字に起こしたものですよ。お渡ししてあるんです。17分間にわたって消費者大臣である山岡大臣がですね、マルチの勧誘の言葉を述べているわけです。総理、それも見ていただけないということで本当に残念ですけれども、この予算委員会で主張することを申請します。委員長。はい、それじゃあとりあえず山岡国務大臣、ちょっとまあ答えさせよ。もう見たじゃないか。まず答えてからやります。どうぞ簡単に答弁してください。はい、委員はですね、しきりに勧誘に行ったとこういうふうに言葉を使っておりますけど、それは全く事実に反するわけでですね、もう委員にはですね、この何度も何度も同じことをご説明を申し上げておりますけども、まず第一にですね、この先生のおっしゃる連鎖販売取引そのものはですね、これは昭和51年に訪問販売法か平成12年にこれはですね、特定商取引法というものに変わってですね、すべからく法律の下で合法で行われているものであるということが一つでございます。これが第一点です。でもう一つはですね、その合法のこの仕事をしていらっしゃる、それは会社じゃなくてその社員というのがこの仲間内の皆さんの会であるからですね、そこにこれを話をしてほしいと、こういうふうなお話でございますからですね、私は人生というのはですね、いろいろあるけども一生懸命頑張ればこれ生産ありと、昔の歴史の人たちに学んで頑張れという意味のことをですね、申し上げているわけでございまして、私はそのセールスだとか販売の促進をしたわけではありませんし、またですね、そういう N 社というところにですね、行った覚えもありませんのでですね、だからそういうことを一方的にですね、この場で言われては困りますので、正しく表現をしていただきたいと思います。静粛に願います。そして森委員のご提案につきましては理事会で協議いたします。質疑を続行いたします。委員長。はい、マルチ企業のその宣伝の DVD は後でまた詳しくお見せしますけれども、時間が迫ってまいりましたので、たくさん疑惑がありましてね、真岡市長がおっしゃってる、パネル8でございますけれども、こんなに疑惑があります。1番マルチからの献金、2番選挙買収捜査中、3番収支報告書の虚偽記載、4番秘書給与肩代わり、5番論文投与、6番マルチ企業の勧誘演説、そして7番が先ほど取り上げた秘書官の疑惑でございますが、たくさんありますので今日4番を次に取り上げますけれども、真岡市長がこれがですね、ここにですね、自分の秘書官を選挙応援に派遣していたのでお金をよこせと要求したという事件ですね。厚かましいというか欲どしな。ちょっとパネルを下げてください。山岡大義氏がとんでもないことを口にしました。彼はいよいよ市長選挙だけれども、うちの秘書は秋からずっと市長選挙の応援をしている、だからその応援費用として600万円を我々に支払ってほしいと言ったということなんです。私このことも言った言わないの水かけ論になるのが嫌ですから、参考人として申請をしましたけれども認められませんでしたが、承認申請を前回しておりますので、引き続き、信用性を担保できる、ぜひ証人として真岡市長、そしてその奥様を呼んでいただきたいと思います。私の手元にはその真岡市長が山岡大臣と一緒に来た秘書が書いたその要求のための生々しいメモ、そしてその後山岡事務所から送られてきた600万円の支払いの契約書、支払いの宛先の銀行口座、
そしてそれが山岡事務所から来たという郵便受け取り簿という証拠があります。そして裁判に提出しようとした陳述書もあります。今回はこれを全部資料として出しませんでしたけれども、私はこれをですね、本当に大きな犯罪になると思いますので、ぜひ集中審議を要求します。内容について検討する必要があると思いますので、時間ここで議論をし、また山岡国家公安委員長としてはいろいろ言い分があると思います。しかしこれをやっておりましたら、切りかかりませんので理事会で取り上げさせていただきたいと思います。次を続行してください。委員長、総理が事実調査をしないから言ってるんです。民主党の筆頭理事が個人の怨念を持ち出すなとおっしゃいましたけれども、総務省に伺います。運動員にお金を払うと言った場合には何の犯罪になるんですか。どこが個人の怨念なんだよ。誰が民主党筆頭理事だ。なんだ総務省。それは何でもないよ。総務省選挙部長。お答えいたします。総務省としては個別の内容につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で一般論として申し上げますと、公職選挙法第221条におきましては、当選を得または得しめる目的をもって選挙運動者に対して金銭等の供与またはその約束をした者につきましては罰則の定めがあるところでございます。はい、森雅子さん。しかも払えないんだったらば応援を引き上げるぞと言った。これ恐喝ではないんですかね。法務省恐喝の条文を教えてください。山岡法務次長、あなたの名誉のために簡単にその一方的な話だけではですね、問題があると思います。しかしあんまり長々とやってもらわずにお願いします。後でこれ取り上げてやりますから。6つも7つも並べてますから、こういう問題がありますと、それは森先生の並べているなんか問題と称していることで、あってですね、そういうことでございますが、その最後のことについてはですね、これは11年前の市長選挙の話のことを言っておられますがですね、当時この福田さんはですね、私の後援会長なんです。まるで家族と、私発言してますからちょっと静かにしてください。私の家族と同じようなですね、間柄でございますから、もうしかもですね、保守基盤の強いところで、この自分の後援会長さんを市長に担ぐわけですから、もうそんなことを言うどころではなくて、本当に手弁当どころか自腹を切ってもですね、全秘書を費やして全後援会に頼んで総力を挙げて命がけで戦って、しかも勝たしたわけです。勝たしたわけです。その勝つ前にですね、そういう問題が起きるはずがないんです。だからそんなことは全くですね、事実無根です。はい、先ほどの森委員のご提案につきまして、法務省稲田刑事局長。お答え申し上げます。お尋ねの恐喝罪は刑法第249条に定めがございます。その第1項では、人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処するとされており、第2項においては前項の方法により財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も同項と同様とするとされているところでございます。森雅子さん。委員長、パネル10をご覧ください。この問題の、またこれも選挙買収ですけれども、法務省、これは捜査中ですか。はい、法務省刑事局長。お答え申し上げます。ご指摘の件につきましては、宇都宮地方検察庁に対しまして告発状が提出されておりまして、これを受理して捜査中であるものと承知しております。はい、森雅子さん。委員長、まあこれ捜査対象が自分のボスでは警察も困ると思いますが、パネルを下げてください。次は論文盗用問題ですけれども、資料5をご覧ください。これは先ほどの真岡市長のこれのお金を配るために山岡事務所から送られてきた郵便の封筒の中に論文が入っておりましたけれども、これは盗用でした。舛添洋一議員の論文も入っています。まあ、3人の論文が入っていましたけれども、法務省、一般論です。
担任の論文を一言一句投用し、作成名義だけ自分の名前にして、それを提出